およそ50人の親子が参加したわんぱく親子サッカー体験。講師を務めたのは元サッカー日本代表でサンフレッチェ広島でもプレーした駒野雄一さんなど3人です。まずは親子でボールのパスに挑戦。駒野さんから相手に蹴る方の足をまっすぐ向けるようアドバイスを受けると子どもたちはすぐに上達します。その後ミニゲームに挑戦しドリブルからシュートを決めると笑顔がはじけていました。シュートを入れるのが楽しかった。サッカーを、はい、子どもと一緒にやることがなかったんですごくいい経験ができて、一番はボールを楽しく蹴ってほしいですね。あとはやっぱりそうやってサッカーを知ることでこれからサッカーをしたいという子どもも出てくると思うので、そういう子どもが出てきてほしいなと思います。教わったことをどんどん吸収した子どもたち、目指すは未来の J リーガーです。